はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。復活の F やっていきましょう。ですね、ちょっといろいろ見てたんですけども、藤村くん、新人王の資格なかったです。右上の方に書いてあるんですけど、新人王の資格がなかったです。ちょっとまあ残念ですけどね。難易度変わらずです。で、今のミッションが信頼のリリーフ投手の途中ですね。残り7試合頑張っていきます。まあ今日中にね取れるかが分かんないんですけども、まあおそらく無理かな。ただまあ30分目安ぐらいでね、まあいつも通り遊んでいきたいなと思ってます。前々回が藤村くんがイケメンに変身した回ですね。コメントをいくつか読んでいきますか。いつも強振が怖いと言って打たれてるイメージがあるので、四球でもフォアボールでもいいやという気持ちで追い込む前からボールになる変化球を使っていった方がいいと思いますと。でもしフォアボールだったらリスクは大きいですが、年間ミッションに必要な三振もたくさん取れる気がしますね。なるほどね、フォアボールでもいいや。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは指名打者長谷川。第2球投げました。レアのディレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。投げました。決まってストライク。いきなり153キロ。2球目空振り。チップ少し迷ったか。投げた。低め。素晴らしい。三振。藤村見事なピッチングです。ちょっと亀井さん。三振。インハイ際どい球。まあこう言ったらなんだけど、あんまりなんかこうソフトバンクの似合わないね。カウントは2ボールノンストライクです。投げた。打ちました。ライトへのフライ。素晴らしい。これはイニング回ったりはないでしょう。ファイターズ1点差で逃げ切りました。チェ。さて本日のヒーローたちのインタビューが。奥へ早く一軍上がってこい。俺もアナウンサーと出会えればもう先発は卒業するから。できればね、先発に行く前に知り合いたいんだよな。どうしましょうか。休養しとこうか。お出かけしますか。え、クリニックがびっくりマークついてるけど、なんかあんのかな。整形はしないけど行きます。整形はしないよ。整形はしないけど、はい。いや、なんもないです。歯のエステコースをご利用いただけるようになります。歯がピカピカになって約30日間異性の好感を得られやすくなります。あ、そうなんだ。同性に嫌がられることもありございません。あ、はい、なるほどね。悪意だろ、破いたろ。お前ばっかりそんな本読んで一軍上がってとかそんな感じだべ。なんだ、トゥーリョか。おう、いや、いいじゃないの。奥井と一緒に花見がしたかったな。千葉県。どうしようかな。スポーツショップ、何か装備も変えたいなって気もするよね。いつもずっとノーマルだしさ。ただまあ病院大好きだから、病院行くから。いや、病院の子供ミッションをやりたいな。成功した試しがないけどね、俺は。病院の子供ミッションは。お出かけ。そうですね、スポーツショップ行きましょうか。守備力プラス2。いや、今日レベル上がってね、もうちょっといいもの買いたいよね。頑張りましょう。ちょっと待ってよ。QVC カッパ巻きなめよう。千葉ロッテマリーンズ。なんだこのコメントは。コメントくれた方もカッパ巻きって言うじゃん。なんだろうね。カッパ巻きなんかよっぽど思い入れでもあるのかな。うーわー、また嫌な場面だね。ピッチャーを変えてきました。拓夢降板。マウンドに上がったのは藤村。これが
9回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは荻野。タイガース、このバッターだけは塁に出したくないところ。ボール、カウント1ボール1ストライク。投げたと決まってストライク。チープ、伸びのあるストレート、フォーク、よし。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。ストライク、いきなり150キロ。スラーバー、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。打った、打ち返した打球はセンターへの、順調じゃないですか。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番加藤。今日はここまで3打数1安打1三振。投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。投げました、決まった、ストライク。チープ、追い込んでいます。投げました、完全に外れた、ボール、これは完全なボール球。カウントいいよ、ナイス。今の外れてもよかった。打ちました、右中間へのフライですが、よし、オッケー、スリーアウト、チェンジ。藤村、勝ち投手じゃないの今、おかわりくんだったな。さて本日のヒーローは勝ち投手じゃねえ、勝ち投手か、勝ち投手だ、やりましたよ、3勝目。残り5試合、奥井なんとか1軍上がってこい。一人じゃ寂しいんだよ。残り5試合ですね。そうだね、ハンバーグ屋さん行きましょうか。びっくりドンキは好きですか皆さんは。俺はびっくりドンキがすごく好き。ポテサラパケットディッシュ好きだな。あとチーズフォンデュ風バーグも好き。あとね、チーズカリーディッシュも好き。なんかちょっと粉っぽいカレーがね、たまに恋しくなる。好きですね。若干ストレート投げる回数が減ってる気がする。そうだね、それはね、もっとストレート有効的に使ってくださいとかってコメントもあったんですけど。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ5回戦。ストレートは減ったな。スラーブ覚えてから本当に減った。マリーンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。デンプシーロール覚えた一本のジャブが減ったような感じ。初球外れても完全なボール球。いやー、角中さんの応援曲かっこいいな、すごい好きや。見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は5球目、打った、流し打ち、三塁線、惜しくも切れてファール。これはバットの根元、フラフラッと上がった、取りました、素晴らしい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者デスパイネ。今日は三振とフォアボール。投げました、ストレートはボール、カウントはツーボール、ボール、カウントスリーボールのストライクです。投げました、4球目ストライク、ここは1球見ました、見送ってストライク。ここでフォアボールでもいいやって気持ちいきますか。第6球を投げた、結局フォアボール、バッター真ん中の大砲中村、今日初球を打った、サード左へのゴロ、二塁フォースアウト、素晴らしい、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。 QVC マリーンズ7回の裏、マリーンズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターはこれ何イニング投げるのかな。投げた、2球目ストライク、直球ストライク。日ハムが追いつくなり逆転するなりすれば多分変えられると思うんだけど、1点差のままだったらね、多分投げ続けそうだよね。投球これから2球目、低めのボール引っ掛けた、中田掴んだ、引っ掛けました素晴らしいじゃないの藤村くんごめんなさいごめんなさい、もう藤村くん何事もなかったかのに彼は走ったよ。バッターは8番浅山、おールーキーサードゴロ。第9投げた、ストライク、いきなり152キロ。投げた、アウトロー際どい球、ボール、わずかに外れました、カウント1ボール1ストライク。第4球を投げました、ボール、平行カウント、打ちました、打球は三遊間へ、セカンドフォースアウト。これで惜しいね、ランナーは一塁変わりません。マリー、残念だったなルーキー。今日は三振とショートゴロ。あー、ごめん、経過しない、これは全然経過しないもん。外野は浅めの守備を取ります。ボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。第4球を投げました、打った、ボールはレフトへ飛んで、よし、これで3アウトになります。ファイター
オッケー、勝ち投手。見事勝利を収めました。勝ち星重ねていくよ。ちょっと待って、今何月、今何月、何月だ今。俺あれだと思うよ、まだ4月でしょ。俺これ下手すりゃ1位じゃない、勝ち星。投手ランキングの、勝ち、ほら1位だ。やりましたよ。やりましたよ、1位ですよ。まあいつまでも続かないけどさ、序盤だから得れる記録だよね。ちょっとごめん、休養するわ。残り4試合か。今大体10分ぐらいかい、取ったのは。このペースでいければね、4試合は取り終えれそうな気もするんだけどね。すごいな、ディズニーで成人式か、なら浦安市の人かな。そのと、あれですね、成人式をディズニーで迎えたって方のコメント読んだやつですね。その通りです、ミッキーに祝ってもらいましたとコメントがあって、すごいね、ディズニーでそんなことするんだ。圧倒的お得感だよね。まあ俺はそんなにディズニーとかわかんないけど、お得感はすごいよね。投げました。輪郎ギリギリいっぱいストライク。投げました。打ちました。掴みました。よし、オッケー。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番浅山。これが3度目のバッターボックス。さあ勝負だ、ルーキー。初球空振りからボール。アウトローへ。わずかに外れました。カウント打ちました。ファールボール。追い込んでから投げました。ボール。輪郎へ。カウントは2ボール2ストライク。変化球。空振り三振。低めの変化球、どうだルーキー、投げた、決まってストライク。ロッテ浅山か。輪郎際どい球、ボール。カウントはワンボールワンストライクです。まあライバルに認定してあげましょうか、インコース、彼を。レフト交代、ヒット田村、いいバッティングを見せました。打順は1番に返って荻野。第9投げた、ストレートはストライク。さあ次の投球、スラーブ見送って、スライク、これで追い込みました。内角高め、直球は外れても、カウントワンボールツーストライク、打ちました、ヒット。田村一気に三塁へ。これね、ちょっとクリーンナップまで回っちゃうとおっと怖いですね。第9、シュートはボール。うわ怖っ、ツーアウトランナー一塁二塁、振ってくんねえかな。肩越しにランナー見た、投げた、もうカウントはスリーボール、だないね。第4球を投げました、外角見送ってフォアボール、これで塁が埋まりました。第9投げました、外角低め見送って、さあ大事だよ、打たれるわけにいかねえよ。第2球打った、引っ張った、ファール。第3球を投げました、外れた。いやまあ振らないよな、ちょっと力で押してみっか。第4球を投げました、オッケー、よかった。7回の裏、マリーンズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のデスパイネ、今日はここまで3打数2安打。第3球は見送ってボール、カウントは1ボール2ストライクです。第5球投げました、低めボール球打った、ボテボテのサードゴロ、アウト。よし、これでワンアウト、ランナーありません。バッター幕張の開放、中村、インローを見送ってストライク。第2球ストライク、伸びのあるストレート、投げた、1球外した、ボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール2ストライク。第5球投げた、打った、ピッチャー田中ボールを掴んだ、一塁送球、よし、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番細谷。第2球投げた、打った、ヒットになります。ここをビシッと抑えたかったですね。バッティングを見せた、マリーンズ。バッターは7番鈴木。第9ボール、初球外れてきました。1塁牽制、1塁タッチセーフ。
ファーストランナーをちらっと見て投げた。インロー空振り、タイミング合いません。一塁へ一つ牽制球を、イエーイ。素晴らしい。え、どのタイミングで点取ってたっけ？俺勝ち投手。あ、じゃないよね。いや、藤村君だいぶあれよ、もう戦力としては素晴らしいですよ。残り3試合ですね、頑張ります。なんか毎試合出てるな。スラーブ効いてますね。効いてるのよ、本当にね、使いやすいですね。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、4回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右、間の内さんが女性で藤村君に告白されたらどうしますか？嫌だよね。どの藤村君かな、どの藤村君も嫌かな。どの藤村君も嫌かな。行きましょう。あ、タク中島選手行きましょう。最高ですね。久々になんか登板のない日でしたね。登板ありそう？ないね。なんか急に登板なくなっちゃった。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく。大谷選手フル回転すぎない？フル回転しすぎじゃない？なんかすごい現実と同じぐらいのペースで回ってんのかな。現実よりもひどいか。はい。こんにちは藤村選手。少しお時間よろしいにゃ。話を聞きましょうか。おい、あの手前の男すげえ顔近いんだけど、頭でかいし。私大谷美、この前の試合で藤村選手のファンになったの。ありがとう。それで藤村さんと仲が良くなりたいと思ってここまで来たの。よかったら仲良くなってほしいにゃ。アクセサリーデザイナーの大谷美から連絡先を渡された。それでいきなりなんだけど、結婚？ちょっと付き合ったら彼女できちゃうの？いや待って、これリアルマノちゃったらはい喜んでたんだけど、え、付き合ったら彼女できちゃうことになるよねきっとね。逃げよっか。うわ、セーブして、まあ、しゃあない逃げるか。あ、今日番号は聞けたんだよねきっとね。あ、聞けた、行ってみようか。シノアちゃんの評価クソ低いな。めちゃめちゃだな。あ、藤村さん、そうですね、何が面白いかな。じゃあそうだね、町に誘ってみようか。おう、いい子そうではあるよね。もういいよ。いや、おっかねえ。なんか一応俺は最初のデートで必ず告白するっていうルールがあるんだけど、彼女ならオッケーしちゃうんじゃないかというね。うん、そうだよ、君が言ったことじゃないか。まあ若干分かってたけど。若干分かってたけどね。いやー、今日よかったよかったよかった。新しい子をゲットしましたね、番号ね。さあ、女にうつつを抜かしましたよ。この後の試合が大事ですよ。やっぱあれだな、クソ真面目に試合してるより遊んでた方がいいな。なんか俺らしさというかね、ある気がするね。ファイターズ1点差に
あ、結局これ楽天戦登板なしかい。ベースカバーの癖つけないと後々困りますよ。そうなんだよね。結構そこは結構考えながら動いてはいるんですけど、総合運動場か。あと10分ぐらい。あと10分か。微妙だよね。すっげえ微妙だよね。やめる？あえてやめる？ここで20分ぐらい撮ったわけでしょ。動画の尺としてはまあありっちゃありだと思うんだよね。もうなんもないでしょ。びっくりマークはなんもないのね。そうですね。ちょっとみーちゃんとデートしましょうか。みーちゃんかわいい。そうですよね。遊園地好きでしょ。遊園地人がいっぱいにゃ。藤村さん、どのアトラクションにするにゃ。かわいいね。ジェットコースター、お化け屋敷、なんか化け猫的なことでなんか引っ掛けたイベントあるかな。ないかな。ジェットコースターないかな。もうたまに敬語使うのずるいよね。たまにこのデスマス口を入るのはずるい。なんかこう俺の男心くすぐる。やばい、普通に可愛い。普通に可愛いな。やばいな、やばいな、普通に可愛いな。そうですね。麻雀の腕でも鍛えましょうか。あ、4人にしちゃった。まず奥井でしょ。あ、あれか、選べないのか。よし、終わりましょうか。ちょっと短いかもしんないですけども、こっから取り始めるとね、なんかいろいろ中途半端になりそうなんで、バランス的なことを考えてここで終わろうかなと思います。はい。コメント読んでいきましょうか。ロッテ戦ですね、これ。サード守ってるの中村翔吾かなと思ったら、おかわり中村でびっくりしました。俺もびっくりしました。ちょっと待てよ。谷中みたいな心のライバルって、できますか？まあ、あれかな。ロッテの朝山だっけ。もう名前忘れたけど、あいつかな。谷中いたね。懐かしいですね。谷中覚えてます、俺も。間野内さん、今シーズンの100奪三振以外の目標を挙げてみてください。やっぱり一軍定着じゃないかな。まあ、普通すぎるか。一軍定着、野球選手としては一軍定着かな。まあ昨シーズンも一軍に上がった時点で定着はもうするもんだと思ってたけど、結果失敗してるじゃない、大谷選手と争って。だからそこの難しさは感じてるんで、うん、ありかなと。目標に設定するのは一軍定着はありかなと。一軍定着ですね。伸びにして救出よくしよう、いずれかその上まで。多分投手能力はこれ以上は上がることはないんじゃないかな。覚えるとしたら特殊能力、変化球だと思います。うん、あんまりアホみたいに強くするっていう術は多分取らないです。春日野さんに関してはホームタウン過去日ハムなら北海道の食事するところ行くとランダムで出現しますよ。そうなのか。
ってことはあれだ、デートとか奥井とかバットバック遊んでないで一人でたまに食事行かなきゃいけないんだ。そっか、ありがとうございます。昨年のミスターのツイートから水曜どうでしょうの新作へのワクワクが止まらない中だったから、少し前の藤村くんの行ってきますには騙された。果たしていつ行くのでしょうか。新作出るまでここの藤村くん見てます。新作ね、どんな感じだろうね。まあ、もうみんな年だし、今ってもういろんなものを揃えられる状況だからね、昔のどうでしょうのイメージでは見れないよね。見ちゃいけないと思うし、今の新しいどうでしょうが、ごめんこんなおっしゃった、どうなるかだよね。オープニングの最後に端っこからレフトの奥井が見てるのがすごく計算されてそうですごいと思いました。計算してます。いや、してない。してない。俺も後で見た時に、あ、奥井だと思って、あ、これうまくいってたなとか、それはなんか思ったけども、全然計算してああなったわけじゃないです。アナウンサーと出会えるのはレギュラーを勝ち取ってからですよ。ああ、そっか。ってことはレギュラーになんなきゃいけないんだ。てかまだまだじゃん。だったらそもそも条件を満たした場所まで行ってないんだ俺は。角中選手と大引選手の応援歌どっちが好きなんですか。他の選手でもいいです。ちなみに僕は細谷内野手の応援歌が好きです。大引選手かな。アイアンリーガーは本当に俺と同世代の人は結構見てたアニメだったと思うんだよね。アイアンリーガーはね、今もたまに YouTube で曲も探して聴くけど、やっぱりこう心がこう心が踊る。何言ってんだ。ちょっとこう湧くよね、気持ちが湧くんだよね。ちょっと待てよ。マイケンがテレビで言ってましたけど、メジャーの打者はローボールヒッター、アッパースイングが多いから低めよりも高めのストレートの方が安全らしいです。パワープロでもいけるかは不明ですけど、外国人打者に高めストレートで攻めるのもありかと。あ、今日あれだよね、現実の野球見てても高め振る外国人選手ってのは多いよね。なんかちょこちょこあれだよ、藤村くんの顔、まあもう戻しちゃったけど、前よりキモくなったとかっていうコメントありますよ。よし、終わりましょうか。あ、一応あれ読んどくかな。コメント読んでくれるのは嬉しいんやけど、なんで前々回のものを読むのというコメントがありまして、一応このコメントくれた方に返信で返したんですけども、前々回の読むっていうのは、そうだな、前々回のものがアップされて6時、まあ、マイライフだったら6時に18時にアップされて、でその次の日の午前中に俺は動画を撮ってるのね。だから前回のものがアップされる前に撮っちゃってるの。それをしないとちょっと余裕がないのさ。前回のアップされてから撮るってなっちゃうと間に合わない可能性がすっげー出てきちゃうの。その俺のどうしても生活パターン、その仕事も一応は仕事してるし、うん、ちょっとねそこはね、できれば前回の読むって形の方がいいんだけど、そこはごめん、俺が毎日アップすることを優先してる結果です。はい、よし、じゃあ、終わりましょうか。信頼のリリーフ投手、結局4試合しかできなかったのか。まあ、いっか。のんびりやっていこうぜ。はい、ということで、今回はここで終わろうと思います。終わります。バイバイ。